こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはお名前をお聞かせください。福原健太郎です。ありがとうございます。お仕事は何をされていますか？プロフィッターです。ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと今日は背景がなんだか印象深いというか。そうですね、はい。まあ、ちょっとパッと見はね、うん、ちょっと暗い写真なんですけども、モノクロでね、モノクロでね、はい、ちょっとなんか哀愁の漂う写真なんですけども、うん、まあ、実は私あのカメラが、はい、まあ、少し趣味でして。あ、そうですか。この2年ぐらいですか、はい、でそれからまあ YouTube を始めるっていう流れになったんですけど、もともとカメラが好きだったんですよね、はい、この2年ぐらいですけど、うん、で常にバッグに持ってるんですけども、うん、でかっこよく撮ったりとか綺麗に撮ったりとか、なんかあんまりそういうのには、まあ、正直興味がなくて。そうですか、はい、はい、インスタに上げるために撮ったりとか、うん、あ、そういうのは全く興味がないんですよ、うんうん、よく今ありますね。綺麗に撮れるのはもう上手い人いっぱいいますから、うんうん、でもやっぱりこう、うん、自分の中でなんかそこにちょっとこうストーリー性のある何かこう気になる、ポッと見て気になるシーンってありますよね、うん、なんか歩いててありますね。ありますよね、うん、でそういうのを撮る。なるほどね、はい、だから面白くないっちゃ面白くない、他の人が見れば、うん、でも自分の中ではそこに何かしらその時の自分の、うん、まあ、悩みだったり、うん、まあ、もしくはひらめきだったり、いろんな部分が、はい、生まれる、うん、きっかけになるので、ふとしたところにね、一日写真毎日撮ってますよ。あ、そうですか。歩くたんびにパシャ。でも日常生活においてこう心にこう、そうです、響いた瞬間を、もうただパシャ、もうパシャッと、うーん、もう撮って、やってるんですよね。で今日まあ背景にまああるのが、はい、これはまたまたま鳥ですよね。鳥です、うん、あのカラスではないんですよ、うん、鳥なんですけども、はい、最初ね10羽ぐらい木に止まってたんですよ。そんなに、はい、10羽ぐらい木に止まってて、はい、で、うん、見てたら9羽ぐらいがバタバタバタと飛び立ち出したんですよ、うん、バタバタバタと一斉に。でこの1羽だけ、うん、何か遠くを見ながら予想を見て動かなかったんですよ、ずっと。そうですか。1匹取り残されてるんですよ。相当ちょっとね、まあ、思うところがあったのかしら。あったのか、ぼっとしたのか、それとも我が道を行くのか、それは分かりません、うん、集中しすぎてね、はい、それは分かりません、はい、うん、でもその絵がものすごくやっぱり僕の中ではときめきまして、うん、いいねこれと。でついつい撮ったわけですよ。それがこの絵なんですね。まあ、基本は半分白黒で撮って半分はカラーで撮ったりするんですけど、うん、白黒も好きです。でこれ白黒で撮ったんですけど、そう、ちょっとこう訴えるものが何かね、うん、あるような気がしますね。何かこうね、小鳥が、まあ、自分の行く道っていうのはね、うん、自分が一番よく分かっていると、うん、ね、坂本龍馬も言ってるんですよね。我が行く道はね、はい、我のみぞ知ると。なるほど。自分が行く道っていうのは自分が知ってるよというようなね、はい、うん、やはりそういう強さっていうのをなぜかね、この小鳥さんに感じましてね。すごい。でもパシャッといってね、すごい鳥なんですね、これはきっと。でその次の日にね、カメラ屋さんに行きましてね、僕はいい、自分の中でいいなと思う写真はね、はい、現像するんですよ、現像。あ、なかなか今ちょっとね、はい、現像する方は少ないかもしれないですけどね。だから A4 サイズぐらいの大きめで現像して、うんうん、でそれを事務所に置いてるんですよね。あ、そうですか、はい、じゃあそのうち個展が開かれるかもしれないですね。もう目標は個展ですよ、ね、目標は、あ、いいと思います。誰も来ない個展、うん、これ僕の目標ですよ。個展とね、個展と行く、はい、いいこと言いますね。ね、誰も来ない個展、ね、それぞまさに個展。それを YouTube で発信すれば、まあそうですね、ね、まあ見せれるもんではないんですが、やはりそれはいいと思います、はい、やはりね、うん、その世界観っていうのは人それぞれありますから。そうですね、はい、で、うん、その世界観をね、やはり興味ある人はね、うん、まあ共有すると。そうですね、もしくはまたその人が見れば違う思いになるでしょうから、はい、まあいろんな写真をね、
そうですね、まあ、パシャパシャと、うん、まあ、撮っていきますよ。はい、また楽しみにしてます。そうですね、これからもね続々と。そうですね、はい、でまあ、カメラの話になるとね、まあ、あれなんですけどね、はい、カメラって、いいカメラなんですね。そう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 、シャッタースピードって知ってます？シャッタースピード、シャッタースピードってあるんですよ、まあ、はい、スマートフォンとかで撮ってるとただ撮ればいいじゃないですか。はいはい、じゃあ映るじゃないですか。はい、まあでも例えばまあスポーツとか走ってるとか、うん、あの時にもうものすごい野球とかでも投げる瞬間とかがこう映ってするじゃないですか。ああはは、本当だったらもうブレますよね、うん、でもここで止まってたりとかあるじゃないですか。あ、なるほど、うん、それシャッタースピードで調整するんですけど、はー、はい、でそのシャッタースピードを、うん、っていうのが、うん、例えば遅いとシャッタースピードっていうのはカメラの中にあるシャッター、はいはい、カシャッと押して、カシャッというカシャッと押して押してゆっくりパシャッと行くね、パシャッと、うんうんうん、行くと、まあ、要するにそれだけね遅いと、はい、あの夜の夜景とか、はい、車とか光のライトがビューっていう写真見たことないですか？ありますあります、高速道路とか、ね、うん、ピューンと ラインのように見える、はいはいはい、ラインのように見える、はい、あれシャッタースピード遅いんですよ。あ、遅いとああいう遅いとああいうふうになります。要するにもう移動してる、もう新幹線とかも、はい、シャッタースピード遅く撮るといかにも臨場感あふれるシューンとなってるような、ボケたシューンとなってるような写真ありますよね。ありますね。あれシャッタースピード遅いで、シャッタースピード早く上げると、はい、止まって見える、速いものがピタッと、ちょっと、あ、そういうものなんですね。止まって見えるんですよ。ものすごくオリンピック今やってますよね、はいはい、オリンピック冬の見てないんですけど、まあ、中国でね、はい、もういろんな選手がね、なんか不幸に見舞われてますけどね、かわいそうな、あ、そうみたいですね。もうフィギュアスケートもね、ジャンプもね、ジャンプの女の子なんかね、はい、なんかスーツのなんか規定違反とかでね、かわいそうですよ。あんなのもう晒しもんですよ、ね、あ、僕はもう かわいそうだね。もうそうですね、うん、もう別にオリンピック、もうそこまであの人生かけるオリンピックではなかったと思って、もう次のオリンピックを目指してくれと。そうですね、もうオリンピックによってやっぱ質が違いますから。そうですね、ちょっと話外れましたけど、そのシャッタースピード、そのシャッタースピードがやはり速いと止まって見えると。あ、なんか逆のような感じがして、はい、感じでしょうね、うん、で人間の目もそうなんですよ、うんうん、実際、はい、まあ、人間の目とおそらくそもそも人間の目をいろんなことを分析しながらカメラっていうのは進化していったと思うんですよ、うん、あ、なるほどね、はい、人間の目ってものすごいですから、例えてピントも合いますしね、すぐピタッ、そういうことですね、合いますしね、で常にやっぱり追いますから、追えますからね、うんうんうん、事前に人間の目っていうのはね、はい、カメラ以上にすごいレンズを持ってるんですよね。そのレンズがこのカメラのレンズ、カメラのレンズ、ね、うん、そうですそうです、まあ、例えばですね、うん、でスポーツ選手、うん、なんかもそうなんですけども、はい、イチローとか、はい、あ、落合とか、はい、例えば、はい、まあ、もしくはテニスで言えば、うん、あ、錦織さんとかね、あ、はい、まあ、まあ、サッカーで、まあ、サッカーで言えば、うん、あ、まあ、中田秀とか、はい、まあ、ありとあらゆるスポーツ選手、はい、まあ、スポーツ選手以外の、まあ、芸術家の絵を描くゴッホとか、うん、はい、ゴーギャンとか、うん、まあ、いろいろね、はい、人たち、うん、っていうのもね、やはりこう目がね、うん、僕はね特殊能力を持ってるんじゃないかと思うんですよね。やはりそれぐらい全ての意味で目って大事だと思うんですよ。そうですよね、うん、目がいいとか悪いじゃなくて、そのね、シャッタースピードを自在に調節できると、速いボールも逆に止まって見える、あ、なるほどね、もしくは線で見える、あ、なるほどなるほど、わかります？だから線、はあはあ、例えば野球選手でもやっぱりいい選手とか、うん、ボールをね曲がってきたりとかいろいろありますけども、ありますね、それが線で見えると打ちやすいですよね、うん、そういうことで線で見えながらなおかつ点で捉えるという、いろんなことができますよね、目がいいと。そういうことですね。目が良くないとやはりダメですよね、うん、そうか、特にスポーツ選手はそうやって言われますよね。言われますよ、まあまあ、ざっくり言うと動体視力とかって言われるんですけど、そうですね、まだ動体視力とはまたちょっと違うと思うんですよね。専門的なところ僕はあんまり知らないんですけど、
カメラのレンズに例えると、うん、おそらくシャッタースピードが普通の方よりもものすごく切り替えれると思うんですよ。ピピッと細かく調整ができるんですよね、はい、そうです自分で。そうです、ね、そうです。ですから、やはり目が良くないと、うん、捉えられませんから、いろんなものが。そういうことですね、はい、ゴルフとかでもそうだと思います、うん、やはり 目で見て、うん、でその相手を分析して、例えば格闘技でもそうですよ、目で見て相手を分析して、もう瞬時の判断ですね。それってこいつの軌道はこういう軌道でパンチが飛んでくるんだなというのをもう目で見てもう覚えて、だからボクシングの井上チャンピオンとか、まあ昔ね具志堅用高とか、あ偉大なチャンピオンっていうのは、やはり僕はね目で見る力っていうのがねすごい優れてると思います。だから対応できる、それぐらい目っていうのは大事。やっぱりこう見ようとする気持ちも大事ですよね。見ようとする気持ちも大事ですよね。見えるだけじゃなくて、ね、見えるだけじゃなくて見ようとする気持ち、いいこと言いますね。それが多分長けてるんですよね。長けてる、長けてるし、そのシャッタースピードですよ、シャッタースピードです。シャッタースピードそうね、シャッタースピード、はい、まあ、もちろんピントだったりとかいろんなものの要素あるんですけど、僕はやはりねその中でスポーツ選手の大きく占める割合は、僕はシャッタースピード、カメラでいうとシャッタースピードだと思うんですよね。なるほどね。早いボールがゆっくり見えればそれに越したことないですもんね。まあそういうことです。そういうことですね、はい、ゆっくり見えたりとか。うわちょっとすごい世界ですね。すごい世界ですから、やはりねこれね、これを鍛えるトレーニング方法あると思うんですよ。もうもちろんやってると思うんですよ。プロ野球選手はそれぞれやってると思うんですけど、うん、やはりもともといいレンズを持ってないと限界があるはずなんで、うん、そうですよね。もう僕はそのうち目がね、目の移植手術とかスポーツ選手 やる人いるんじゃないかなと思うんですよ。いいレンズをはめるというか、ね、このレンズは高いよと、このレンズはいいレンズだっていうので、カメラのように取り替え式ののが、ね、ああいうのも出てくるんじゃないかなと。まあもしくはメガネでそういうのを調整するというかね。今日もダブルメガネですね。まあまあね、うん、もう当たり前ですよ。毎日もうこれで歩いてますから。あそうでした。もうダブルメガネで毎日もう喫茶店行く時も何でももう常にダブルメガネですから私は。もう流行せますよ。そうです、ね、もうこの辺の住民は皆さんもう知ってると思います。ダブルメガネのおじさんだということ で、ね、はい、ダブルメガネのおじさんだということでね、ダブルメガネおじさんということでね、この辺では ね、 そうですね、おじさんじゃないよと、もうね、ダブルメガネ兄貴だよと、そういうふうに呼んでもらいたいんですけどね、やはりね、全然違いますから。うん、まあそういうところでね、まあ今日はね、そのシャッタースピード、カメラのね、だから皆さんもぜひね、スマートフォンで撮るのはね、はい、もうね、僕ね、やめた方がいいと思うんですよ。まあ、簡単に撮れる利点は、ね、簡単に撮れますけれどもね、やっぱりね、後々いろんなのに残していきたいなとかってなった時には、スマホで見る分だけには綺麗に写ってますけれども、そう確かにそうなんですね、いろんなのに使おうと思ったら、やはりね、ちょっとね限界が、ね、やはりしっかりとしたカメラを1台持ってパシャパシャとやはり撮ることが、これやりましょうか。こうやってこうやるでしょ、はい、これちょっといいですよ、いいよって音がいいですね、はい、もう音がもういいよ、はい、チーズです、はいよ、いきますよはいよなるほどね、はい、なるほどなるほど、はいよってもうこれぐらいのノリですよ。いい写真が撮れたと思いますきっと、はい、もうはいよってなるほど、ね、はいチーズじゃないですよ、はいよって素敵ですね。いや、まあね、やっぱりそういうところでね、ちょっとこう意識するとまた見える世界も違うかもしれないですね。変わります毎日ね、やはりね、いろんな景色が新鮮に見えると感度が高まりますよ。あ確かに、うん、スマホで情報を得る、情報を、というのは、薄っぺらいですから、まあね、あもうアホみたいに薄っぺらいですよ、ね、もう僕はもうスマホをとにかくほぼ見ない生活に入ってますけど、まあ、薄っぺらいですよ。そうですね、やはりね自分で見て、感じてで、もう身近にいろんな教材がありますから。そうですよね、いろんな教材が身近にいっぱいありますから、やっぱりそういう時間、ね、が大事だと思います。なるほどね、ちょっとこれから意識して、はい、はい、周りの景色を見てみたいと思います。はいよーということでね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。
はいよということで。